サークルファイアボリューム3出演メッセージより、ライブレボルトは、タイドラインによる、漫画、イラスト、楽曲、ライブをはじめとした、多次元メディアミックスエンターテイメント作品、および、出演声優のユニットである。ライブに革命を、おテーマとし、最低限のものを除き細かな規制を設けない、自由なライブイベントを行うことを特徴とした、コンテンツである。これには、総監督、 瀬島春樹の何がダメなどと締め付けるのではなく、観客と一緒にライブを楽しみたいという思いが込められている。ライブの中で自分の気に入らない楽しみ方をするファンを配達して、自分の住みやすい環境を構築するために運営に抗議する等といった行為をするのではなく、お互いを容認し、多様性を認めることをライブにおける革命と捉え、目標としている。ブックライブの オリジナル漫画レーベルニーニョにて連載されていたウェブコミックを原作としている。コンテンツ立ち上げ時より、楽曲はすべて東京ロジックにより制作されていたが、2018年3月14日、同社のコンテンツからの離脱が発表され、同時に同社所属声優であるニーナマコ、松平奈々が交換することとなった。 また同じく2018年3月14日、ライブ出演時の出演者の安全性等を理由に、タブプロダクション所属の平野有りさの交番が発表された。セットマリン役の公認には、道優が抜擢され、立ち上げ時よりのメンバーと合わせた6人で、アニメジャパン2018のステージに立った。 その後2018年5月13日に開催されたセカンドワンマンライブにて時音ひなた役の公認に堀内まりな白石まどか役の公認に荒井瑠璃が抜擢され同ライブにて既存メンバーを含めた全員での歌唱を披露し新メンバーでの活動を開始した東京ロジックの離脱以降所属レーベルが定まっていない状態が続いていたが2018年8月9日 神田明神にて行われたステージにて音楽プロデューサーに木更ラ洋平を迎え同志が代表取締役を務めるレコード会社ストレイキャッツに所属することが発表された。2020年1月31日原作漫画3巻の発売とその発売記念イベントをもってプロジェクトが終了となることが発表されたが、 コビットナインティーン対策の日本政府によるイベント自粛要請を受け延期となった。2020年12月11日、コロナ禍による影響を受け、ファイナルイベントを中止とし、その発表をもって、コンテンツの終了となる旨が発表された。近未来、データ化と定額化の波に飲まれ、音楽は無料で、当たり前のものとして価値を失いつつある中、 その一方でリアルな音楽を表現するライブアーティストが再評価され多くの人々の憧れの的となった。そんな世の中で少女たちはライブイベント要成校、そうが丘女学院で頂点を取るために奮闘する。漫画ライブレボルト2018年7月12日発売。 ISBN 978から48億6675万202019年3月12日発売 ISBN 978から48億6675万5692020年3月13日発売 ISBN 978から48億6675万 19? 藤原茜野田コミ 白井島どかキャラクターデザイン担当、瀬戸マリン、紫咲クリスキャラクターデザイン担当、宮城里奈、平井かなキャラクターデザイン担当、ジオンひなたキャラクターデザイン担当、クリエイター人のみの出演デイ1に出演デイ2に、出演第1回公開生放送、2017年4月28日配信の、プレスリリース。2018年1月24日閲覧。AB、 ギガジネないまち遊びボリューム19記事。2018年1月24日閲覧。君はもう聞いたかライブに革命をもたらす、ライブレボルトの、ファーストアルバム、リバース、リリース記念、企画、原作の、セジマハルキインタビュー。2019年5月14日閲覧。ライブレボルト、道言青木間を、セジマハルキ、キサラ洋平インタビュー自由なライブで業界に。 革命をもたらす注目コンテンツに迫る。2019年5月14日閲覧。公式サイト内ニュース、漫画、ライブレボルトが、ブックライブにて、ウェブコミック連載決定。2018年3月26日閲覧。公式サイト内ニュース、株式会社東京ロジック様本作からの離脱のご報告。2018年3月26日閲覧。 公式サイト内ニュース、キャスト交番のお知らせ。2018年3月26日閲覧。事務所公式ブログ、平野有沙を応援してくださっている皆様へご報告。2018年3月14日閲覧。公式サイト内ニュース、ライブレボルト新キャスト、瀬戸マリニ役に、道優さんが決定。2018年3月26日閲覧。 ライブレボルト豪華アーティストからの楽曲提供、ツアー開催、追加キャストを発表。2018年5月14日閲覧。ライブレボルト、キサラ洋平ピートのタッグ決定。兄様欅広場出演も、2018年8月13日閲覧。リブリボルトのツイートリブリボルトのツイート、リブリボルトのツイートリブリボルトのツイート、ありがとうございます。